野党支持者って愚か者の揃いなんですか？言ってることがめちゃくちゃですよ。まあ二階さんもよろしくないけどさ。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は2021年3月の30日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、野党支持者というか立憲支持者が二階さんに対して何か吠えてますが、今回はどう考えても明確すぎる立憲ブーメランでしょう。そんなことに気づかない人たちって、内閣不信任案を何のために出すのか分かってます？そして出されたらどうなるのか分かってるの？ということになります。この動画では立憲民主党がやけに内閣不信任案提出を匂わせている現状に対して、自民党幹事長二階氏のリアクション、そしてその報道についての著名人などのリアクションなどを見ていきたいと思いますので、最後までお楽しみください。またこの動画をご覧になった後に、概要欄やここから以前作りました内閣不信任案が成立したのは4つだけということについての動画を確認していただけると、内閣不信任案についても理解が深まると思いますので、よろしければご覧ください。またよろしければ皆さんがこの件についてどういうご感想を持たれたのか、コメント欄で教えてください。何も書くことはなくてもね、ぜひチャンネル登録と高評価だけでもよろしくお願いします。ちなみに今回の目次はこんな感じです。ではまずは共同通信3月29日の記事からご紹介いたしましょう。見出しは、内閣不信任案なら解散進言、自民二階氏野党牽制ですね。以下一部引用です。自民党の二階俊博幹事長は29日の記者会見で、菅政権に対する内閣不信任決議案提出に言及する野党を牽制した。私は衆院解散権を持っていないが、不信任案を出してきたとき、直ちに解散で立ち向かうべきだと菅義偉首相に進言したいと語った。野党が不信任案提出に触れる場合は口先だけではなく、解散を確保した上で党の意見を述べるべきだと指摘。不信任案はもちろん否決するが、解散を望むならば我々は受けて立つ。与党は解散に打って出る覚悟を持っていると強調した。不信任案をめぐっては28日、立憲民主党の安住淳国対委員長が NHK 番組で、重要な方法だ、準備したいと表明した。以上ですね。で、この記事について結構批判が多いんですね。例えば共産党の国会議員である山添拓氏は3月29日、午後11時45分にこのようなツイートをしていますね。内閣不信任案提出なら直ちに解散で、と自民党二階幹事長。野党を牽制したつもりらしいが、なんと厚顔無恥なことか。無為無策のコロナ対策、東京五輪接待疑惑に河井夫妻の選挙買収、内閣総辞職に値する政治を重ねていることを自覚すべきだ。以上ですね。また朝日新聞記者の三浦氏はこのように語ります。新型コロナの感染拡大と理不尽な五輪を間近に控え、誰のために選挙をするのか。政治家はいつだって自分たちのことしか頭にないですね。で、この三浦記者の場合は文章が明確ではないので、もしかしたら不信任案をちらつかせている野党の安住国対委員長も、それにすぐ反応する二階幹事長も、自分たちのことしか考えていないという主張かもしれないので、まあ三浦さんの文章は結構解釈が難しい。しかし、その前の共産党山添拓氏の発言は明らかに二階幹事長が愚か者という主張ですよね。しかし、これは結構めちゃくちゃな意見じゃないですか。まあこんなことを弁護士資格をお持ちの山添さんに言うのもあれなんですが、そもそも安住淳国対委員長が言及している内閣不信任案については、可決されれば内閣総辞職をして直ちに新しい総理を選び直すか、もしくは一度衆議院を直ちに解散して、その上で新しい衆議院の下で新しい総理を選び直すか、という二択の手続きが待っている制度です。すなわち、ある意味内閣不信任案を出された後で、内閣側が衆議院を解散するならば、不信任案の可決と同じような結果を生んでるだけであって、何が問題あるんでしょうかね。内閣不信任案を提出した人たちの立場からしたら、まあもちろん山添氏は共産党の議員ですので、もしかしたら不信任案に反対するという可能性もあるのですが、これはどう理解したらいいんでしょうかね。そして大事なことは、内閣不信任決議案が提出されますと国会の全ての審議は止まっちゃいます。だって衆議院が解散される恐れが具体的に生じているのであって、それ以上審議しても無駄になる可能性が出てるわけですからね。
で、今回安住さんは会期末に提出を考えているという発言を28日の NHK の番組でしたと言います。しかし3月23日には4月5月中の提出もあり得ると安住さんは発言しています。そうしますと内閣不信任決議案が提出された後に否決された場合でも解散をするように総理に進言するといった二階氏の発言を批判している人はこの不信任の意味をどう考えているんでしょうか。そもそも可決するわけがないと思っているならなぜその提出を批判しないんでしょうか。だって国会での審議が全て止まってしまうんですよ。おかしくないですか。また可決されると思ってるならそれは衆議院の解散の可能性を当然考えてますよね。以前作った動画でもお伝えしましたがこれまでに内閣不信任決議案が可決されたのは4例のみでその全てがその直後に衆議院の解散となっています。まさか騒いでる人は内閣不信任決議案が提出された後に菅内閣が総辞職をして新たな内閣が組閣されるはず解散はありえないとか思ってるんですか。それは間抜けでしょ。で、これについて立憲民主党の福山哲郎幹事長もなかなか笑わせてくれますね。こちらは産経新聞3月29日の記事ですね。見出しは、立憲福山幹事長、二階氏に応酬、解散受け立つですね。記事も引用しておきましょう。以下一部引用です。立憲民主党の福山哲郎幹事長は29日夜、野党が内閣不信任決議案を提出した場合には、直ちに解散で立ち向かうべきだと菅義偉首相に進言したい。と発言した自民党の二階俊博幹事長に対し、決議案を出す出さないに関係なく、この新型コロナウイルスの状況で解散できるならどうぞ、いつでも受けて立つと応酬した。国会内で記者団の質問に答えた。以上ですね。まあまさに安住淳国対委員長が不信任決議案を出してやるって言ってる以上、まあそれに対応して衆議院の解散があり得るわけですから、解散受けて立つというのはまあ正しいわけですが、まあ、やっぱり福山さんも変徳ですね。そもそもこの新型コロナウイルスの状況で解散できるならどうぞというのも投げやりでしょ。まあ、本来ならこんな状況で解散など許されない国民の命と生活をどう考えているのかと怒る場面なんですが、あ、安住が不信任とか言ってるからこれだとブーメランなんですよね。そしてそういえば福山哲郎さん、あ、参議院か、あ、衆議院を解散しても身分は保証されるんですもんね。まあそんな中まともな意見を書かれている方をご紹介いたしましょう。まずは日本維新の会の梅村瑞穂議員です。この方は最近で言えばあの小西議員の嘘でもいいから口頭で発言に対してお天道様が見ていると批判した人ですね。あ、この動画で紹介しています。こちらは3月29日午後9時23分のツイートですね。以下引用です。野党は不信任出している場合ではないし、政府与党も受けて立っている場合ではない。第4波は変異株によるこれまでと違う波となるかもしれない。聖火リレーも走り出している。冷静にコロナ対策と法案審議をお願いします。以上ですね。で、かなり普通の意見ですよね。普通と言ったら聞こえが悪いかもしれませんから正常と言っておきましょうか。で、そもそも今感染状況が悪いから選挙をしている場合じゃないと言っても、まあ、今年の秋までには衆議院の任期の問題で解散は絶対にしないといけない。まあ、ただこの先感染者数が今より落ち着く保証があるわけでもないから難しい。まあ、ワクチンの存在そして気温の問題などを考えると今のリバウンド気味状態を抑え込んでから選挙というのが現実的なんでしょうね多分。だから与野党一丸となって新型コロナ対策に今集中するべきだというのはそれなりに説得力のある話でしょう。先ほどの安住、二階、福山議員らの発言よりよっぽどマシですね。まあ、ちなみにあの3人の中で一番マシなのは今回は二階さんだと思いますよ。理論的ではあるから。そして今回もう一人紹介するのはうちのチャンネルでは基本的に批判の対象である政治学者の山口治郎さんですね。こちらは3月29日午後9時5分のツイートですね。これは二階さんが不信任を出されたら解散を進言すると言ったとする報道についてのツイートですね。安住が不信任に言及した以上、ここからはチキンレース。早期解散を恐れず戦うしかない。自民党には公明党の選挙体制準備という弱点がある。以上ですね。まあこれもまた非常に普通のことを言ってますね。
安住さんが不信任に言及しているわけですから、それに対して政権側が解散を選択するのは想定しておくべきであって、不信任を出すなら解散だと言われて騒ぐ方が愚かなわけですよね。普段安倍政権、菅政権に対してとんでもない発言を繰り返している山口さんですが、この話については非常に冷静に淡々と話をされている気がします。で、皆さんも報道などでご存知の通り、今立憲民主党は第4波が来たら内閣総辞職者だとか叫んでますよ。私からすると、散々枝野さんは去年の11月は菅政権は専門家の意見を無視して GoTo トラベルにこだわったとか批判して専門家の意見を聞けと騒いでいたのに、今回の緊急事態宣言解除について分科会では誰も反対しなかったという、まさに宣言解除は専門家の意見に従った判断であるのに、それを批判し続けてるのはアッチョンプリケだと思いますけどね。で、基本的にはポーズで内閣不信任案なんか出すべきじゃなくて、そして与党もある意味大きな心で、国民生活を考えると今は選挙の時期じゃない、リバウンドをまず封じ込めましょうと言っておくのが本当はね、いいと思いますね。多分今は選挙の時じゃないですよ。とはいえ、何も考えずに騒いでる人たちはどこで選挙をしても騒ぐんだろうな。皆さんはどう思われたでしょうか。ぜひともね、何かご意見ご感想ありましたらコメント欄にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録高評価もお願いします。またね、いろんな動画もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。